スティーブン・ケネス・フレッチャーは、イングランド・ウェスト・ミッドランズ州、シュルーズベリー出身スコットランドのサッカー選手。ストークシティ FC 所属。ポジションはフォワード。フレッチャーは、イングランド・シュロップシャー州の都市、シュルーズベリーで生まれ、10歳まで、ここで暮らしていた。英軍人であった父親が病死した後は、スコットランド人の母親に連れられて、 スコットランドのサウスラナークシャーへと移り住み、13歳の時にハイバーニアン FC の下部組織に入団した。2003から04シーズンの終盤でトップチームデビューを果たすと、その後ハイバーニアンの中心選手として活躍し、150試合以上に出場し43得点を挙げた。2009から10シーズンからは、 プレミアリーグのバーンリー FC へ移籍金300万ポンドで移籍。同クラブ内では最多の8得点を挙げたもののバーンリーは低迷し2部へと降格した。2010年7月、ウルバーハンプトンアンダラーズ FC へ移籍金650万ポンドで移籍。2012年8月24日、1400万ポンドの移籍金で サンダーランド NFC と4年契約を結んだ。2016年2月1日、リーグンのオリンピックマルセイユにシーズン末までのローンで加入した。2016年7月1日、シェフィールド・ウェンズで FC にフリーで加入、4年契約を結んだ。2020年8月14日、ストークシティ FC に移籍。イングランド出身だが、 母の出身地のスコットランド代表を選択した。2008年3月の対クロアチア戦で代表デビュー。2009年4月の2010フィファワールドカップヨーロッパ予選対アイスランド戦で代表初ゴールを挙げた。2015年3月29日のユーロ2016予選ジブラルタル戦ではハットトリックを達成した。国際 A マッチ31試合9得点。 ありがとうございます。